一人ずつ自己紹介していきたいと思います。はい、下村美希です。私の今日の考案ポーズはヤシの木です。よろしくお願いします。はい、林智弘です。私の今日の考案ポーズは、海の日ということで、なんか泳ぐ平泳ぎだったり、なんかクロールだったり犬かきだったり、まあそんな感じでよろしくお願いします。ももかです。私の今日の考案ポーズはハートです。よろしくお願いします。ももか。はい、井上りかこです。今日の私の考案のポーズはちょっと海の日っぽいポーズをね、メイクさんと一緒に考えてたら生み出したのがこういうアロハの感じ。これのここです。よろしくお願いします。みかこー。みかこー。はい、ノートソラです。私の今日のコアンポーズはどうしようかな。振り返りって決めたんですけど、なんかここの辺決めてなかった。これでいいか。なんかケツ。ケツ。じゃあ一緒に。じゃあ一緒に例出して。こっちでいい。じゃあみんなでみんなでみんなでよ。みんなでよ。こっち向けの。みんなでよ。せーの、ケツ。いいじゃん。これをみんなでやる意味はないけども、みんなでやる、みんなでやる、みんなでやる、みんなでやってください。よろしくお願いします。サラーサラー。はい、藤田ミリアです。私の今日のご案ポーズは、なんかまあ最近レパートリーがもうなくて、うん、結構みんな困ってて、さっきインターネットで調べてくれてたのが豚さん。ああ豚さんです。よろしくお願いします。いやー、はい、豚さんです。ということで、なに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 、そうそうそう一部の、MC は私ソラがやります。まあ、いつも通りなんですけれども、うん、はい、似顔絵を描くんですけれども、はい、今から皆さんとじゃんけんをして、あの勝ち残った一人の方を前の方にお呼びして1分間で似顔絵を描くというものなんですけれども、まあ1分間で描けなかったとしてもプレゼントしなきゃいけないという。そしてじゃんけんはアイコもダメです。ダメです。アイコと負けた人ダメ。そう、完全に勝った人だけ残るという方式でやっていきます。はい、はい、それでは、はい、どうする。あ、そっちにある。じゃあ手を上げる。手を高く上げて、高く上げてくださいなんかスーパーヒーローみたいうわ、こんくらい上がってたらいいのに。それなーそうだわー上げてない人いるからないじゃん。じゃあじゃあ、そらじゃんけん。はい、いきまーす。私たちも参加しまーす。参加するのどうすんの、こっち残ったら。なんか、スタッフさん混じってるし。いきますよ、せーの。最初はグー、じゃんけんぽい。パーの人は、パーの人だけ。あ、いいね、結構残ってるね。嘘？嘘じゃない、結構このパーだった。マジ？あれ、パーじゃなかった？あ、ちょっとやめた。私、ガチ勝った。負けたー。じゃあ、いきますよ。はい、いきます、せーの。最初はグー、じゃんけんぽい。あー、やった。グーの人、めっちゃ減った、めっちゃ減った。グーの人、あ、いますね、いますね。グーだけですよ。いいよ、いいよ。いる。いきます、いきます。もうちょっと上に高くつけるで、グーを。いきます、せーの。最初はグー、じゃんけんぽい。あー、あー、じゃあね、ここでちょっと、じゃあ皆さん9人結構いますね。じゃあ9人の皆さん、私は今からチョキを出します。それでチョキ出さなかったらあれだよ、大嘘つきだ。嘘つきだよ。もうでも分かんないよ、じゃんけんだから。信じるか信じないかはね、あなた次第。はい、いきますよ、せーの。最初はグー、じゃんけんぽい。わー、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 
勝つ。うわ意外とチョキ出した。意外とチョキ出したね。意外とチョキ出した。今何人いる？1、2、3、4、5、6人。まだまだいる。ワンモアタイム。ワンモアタイム。ワンモアタイム。じゃあ普通に普通にジャンケンしますか。せーの、最初はグー、ジャンケンぽい。おお。1、2、3人。じゃあ3人の方はちょっと一回立っていただいて。で、3人、3人スタンド。みんな頑張って。ちょっとだけ前の方に、見やすいところに。みんな見やすいところに来てね。お。じゃあ3人でジャンケンしてもらってもいいですか、ね。じゃあ後ろ向いてもらってね。せーの、最初はグー、ジャンケンぽい。わあ。強いっすね。ナイスナイス。じゃあ皆さんカメラをちょっと一旦止めてください。違う方へ。あ、そうね、違う方へ真ひろの方へ。マイロ、マイロの方へ。マイロ、マイロ、マイロは私のおばあちゃんが私のことを言うときマイロって言う。マヒロがやるときはマイロ。じゃあスタートいきますよ、ミリア。いいですか。はい、いいよ。よーい、スタート。ちゃんとミリア5秒前とか言ってね。あ、前回終わった。あ、終わった。終わったら近づいます。はい。いや、今日は海の日ですよ、皆さん。イエーイ。なんか海行かないでね、こっち来てくれたわ、みんな。そうだ、さすが。ありがとう、ありがとう、ナナ。大好き。 I love you。 あと、今日はね、サイン会。そうですね。で、いろんな私物にサインをさせていただくんですけど、なんか 何持ってきたんですか、皆さん。なんかチェキとか。パソコン。大丈夫なのそれ。いいよそれ。あ、ボール。おお。なんかパンフレットとか良さそうですね。あ、そう、パンフレットいいなって思いました。あと黒の服とかでもいいんです。そう、シルバーとゴールドと黒3色用意してるんで、黒のものでも大丈夫です。大丈夫です。ですって。ですって。いや、大丈夫です。なんかさ、わかった。ねえ、見てて。いや忠告したよ。終わった、終わり。なちなみに、待って、ちなみに何秒、何秒過ぎてた。1分4秒。え、もうでも大体まあ1分4秒。終わり、終わり。はい。あのさ、これ変えよう、この測る人。いつもちなんか失敗してる気がする。はい、終わりーとか言う。もう3日みたいなやつない。厳しい。はい、ちょっと。びっくりした。首かと思った。待って、とりあえずしよう、とりあえずですよ。はい、せーの、せーの、ドン。ちょっと見てて、どうでした。大丈夫。もう大丈夫だよ、みんな優しいから。確かにちょっと髪の毛が首に見える。そう、髪の毛が首に見えた。こっち側についてる髪の毛。すごいサイドにあるね。ちょっとホラーの髪になった。やっぱり夏だからね。やっぱね、お化け見ちゃうから。気をつけます、次は。でも予約日だともうちょっとしかないからね。そっか、あとラストチャンスぐらいの気がする。そっか。なんか次はね、次また予約イベントできるときはなんか内容変えたいね。確かに。どうしよう、なんかないかな。暑いね、みんな。暑いね。大丈夫、あれだよ、発売したらみんなの浴衣のうちわがもらえるから、それで会おう。あ、いいじゃん。すごい宣伝を入れてきた。青でほしい。うちは結構ね、うちら出してるね。あ、本当本当本当。 M3 と。わあ、懐かしい。え、私もね、 M3 持ってんだよ。マジマジで。え、懐かしい。どこにある。めっちゃ懐かしいわ、あの写真。ある。私もある。持ってるけど。持ってる。え、私デビュー当時の持ってる。え、あった。もう、あ、丸いやつで、丸い穴が入ってる。おめでとうございます。あ、おめでとうございます。おめでとうございます。え、おめでとうございます。うちは持ってる子いるのかな。え、家にいるんですか。いる。え、あ、そう、デビュー当時うちはとかあったか。あ、そう、丸いやつ、丸で手入れって丸い穴。え、掃除したら出てきた。
私もどこかにあるんだ。めっちゃレアなんだろうな。ねえ、私なぜかモモカのうちは持ってる。なんで？モモカからもらった。あ、じゃあだっけ？そう、なんかいらないから。おいおいおい、違うんだよ。4、5枚スタッフさんからもらって。まあ、確かに自分の顔だね。私も自分のなんかあの生写真とかもらってどうしてないんだろう。確かに。どうかでも結構親とか持って帰っていいって言って持って帰ってくるから、ね、お母さんとお父さんが、はい、はい、というわけで、というわけで、はい、私の似顔絵のコーナーでした。ありがとうございました。ありがとうございました。それでは次に行きますか。行きましょう。はい、ということで8月10日に発売させていただきます、クロスロード披露させていただきます。はい、この曲のサビの最後の方に一緒にという歌詞が出てくるので、その時にこう小指を合わせて一緒にと一緒にやってください。はい、それでは聴いてください。クロスロード。